第一印象は非常に軽いという印象です。でやっぱり見てみるとカーボンファイバーを使ってる、接合部分を使ってるということで、その影響もあって非常に軽いという印象です。で今日本では、女性クラリネット奏者が非常に多いものですから、女性のためには非常にこう軽いっていうのはすごくいいのかなっていうふうに思いました。とにかく印象としては、低い音ですね。低音の響きが非常に安定しているということ。それは、安定している一つの理由に音程も含まれて、音程それから響きと非常に安定している。で結局その分、下から上まで非常にムラなく良くなるという印象ですね。でここの部分ですけど、これも鳴りの印象、鳴りがすごく良くなったと思うのと、音程も非常にいいですね。この、はい、そう感じました。今私は、レジェンドという楽器を吹いてるんですけども、レジェンドを吹いた時にも、すごく強く感じたんですけど、この、ゴールドのポストですよね。その影響というのはどこに出てんだろうかと思ったら、まず失踪したら、レジェンドを吹いた時にね、本当にこう指に伝わる振動がものすごいなと思って、あ、これはこれの影響なのかなと思って、それで今日この新しい楽器を吹いてみたら、やっぱり同じ印象を持ちました。やっぱり手に伝わる振動がすごくダイレクトに来るなっていう、その分楽器全体が響いてるんだろうなっていうふうに感じました。この一番低い S ですね、これが非常に興味深く、それで実際演奏してみたんですけど、本当になんかアーカンより良くなるなって感じで、読み替えればアーカンは必要ないのかなっていう思ったのと、やっぱり下巻が長い分、さっきも言いましたように響きが非常にこう豊かな響きが出るなっていうのが印象です。初めて手に取った感覚としては、非常にこう指が、操作しやすい自然な感じがしますね。それがすごく印象に残りました。それから音ですけども、何度も申しますけども、下から上、特に下から上までの響きがですね、非常に均等で、音色的には非常に柔らかい音がする、ソフトで柔らかい綺麗な音がする楽器だなっていう印象を持ちました。